はい、10月10日ドラムの日ということでですね、ドラムセットを紹介します。イエーイ、イエーイ、見てください、かっこいいです。はい、こちらはですね、ヤマハアブソリュートハイブリッドメイプルでございます。どうでございましょうか。スリーボスです。20、22、24で、こっちは踏んでます、こっちも踏んでます。ところがどっこい、これはもう巨大なただの置物です、ダミーですね。ということで早速中へ行ってみましょう、行って入ってみましょう。はい、うわ、セットリストがあるよ。これないない、そこもないないですよ、もう全部ないないすんだから。はい、ね、大丈夫です。はい、こんな感じです。タブが8、10、12、13、16、フロアタム16、4タム1フロアですね。これスネアがですよ、渋いですよこれね、ヤマハの師匠モデルカッパーですよね。もうここにね、ここにサイン入ってるんですね。さっきの構造が、はい、バスドラね、ここツインペダル踏んでます。でこれダミーです。いつもここにセットリスト貼ってるんで、もうこのバスドラはもうただの巨大な、セットリスト置きですね。はい、でなんとこのバスドラを踏んでますね。結構バラード用とか優しい曲に使ってます。じゃあもうメインのベシベシベシね、激しい感じで、シンバルね、綺麗ですね、バラバラバラと。はい、いろんな、でも結構ジルジャンの A シリーズがメインですね。 A カスタム、 A カスタムで A ジルジャン、 A ジルジャン、これも A ジルジャン、これ S の穴開きと、あ、これも A カスタムだ、これも A カスタムで、これオリエンタルチャイナトラッシュですね、20インチ。結構 A が多いんですよね。でこれはねすごいよ、40年前のライド、すごいでしょ。この音今絶対手に入らないんだ絶対手に入らないんだね、そう、これね、しかもこれこの前僕も知ったんですけども、そう、ジルジャンの人から聞いたんやけど、なんか構造が今の A ジルジャンとやっぱ違うらしくて、本当にねこのシンバルでしか音出せないんだね。でここスプラッシュ、これオリエンタル、これと一緒のシリーズのスプラッシュと S ですね、 S シリーズのスプラッシュと、こちらジルベルね、あります。はい、でハイハット、これ K カスタムですね。もう薄れてるけど、これ僕ずっと使い続けてる、もう一番お気に入りのハイハットで、ね、そういい音です。イエーイ、イエーイ、こっち行きましょう。そうですね。でこっちはこれハイハットですけど、ちょっと開けてますあの開けてます、ね、そう、これあの激しい曲をちょっと手を開いて叩いたらちょっと楽なんで、ドタンドクタンドタンドクタンとかこれでやってます。シンバルと太鼓の種類は、説明はこんなもんですか。あ、はい、どれ、あ、これ、これはね、あ、まずこれはブロックね、なんかリムショットでもなく、なんかこう優しい硬い音が欲しい時に使いますね。でこれ足で踏んでます。これはね、なんかパーカッションですね。名前は知らないです。ね。あとメインディッシュ、こちら、ジルジャンのドラです。ゴーン。鳴り止まないです、ね、あと、ね、こういうところにチキンが潜んでいたり、ミニチキンが潜んでいたり、ね、鳥丸くんって言います。仲良くしてあげてください。で、あとここに金の鳥丸、これね、もうね、
もうメンバーが僕の誕生日に買ってくれたチキンの鶏丸。そしてなんと可愛いですね、かき丸でーす。かき丸でーす。嬉しいでーす。ね、とっ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 と、うわ、ドラムだー。イエーイ。ね、可愛いでーす。はい。こんなとこですかね。なんか気になるとこあります？こういうところにね、いつでも帰れるようなサブのスネア、うんね、レコーディングカスタムのステンレスですね、これは。あったり、あ、ラック、そうか、ラックですよ。これラックはね、もうこのセッティングしようと思ったら楽じゃないとほぼ不可能と言っても過言じゃないぐらい。これスタンドだったらもう膨大なスタンドが立つところ、もう足が 1,2,3,4 つで組めますね。かっこいいでしょ。かっこいいです。かっこいいでしょ。かっこいい。あとね、これこれ結構ね、僕の中でミソなんですよ、まあね、この付け方。これ本当横のバーなんやけどね、横のバーと横のバーをくっつけて、でこれでこう一本で自立するっていうね。どうですかね、そんな感じ。あと、あ、スティック、スティックはもう、スティックはそりゃね、ロヘマ影丸モデルです。嬉しいね、嬉しいね。これをバンバン使わせてもらってます。結構こだわったんだ、こう見えてね。どういうこだわりが、そう、え、どういうこだわりが、あ、どういうこだわり、あ、あのね、本当に前こう詳しい、あ、真面目な話をすると、 5B っていうのを使ってたんですよ。で 5B っていうのが 15.2 ミリなんですね、太さが。で、それを使ってて、それだとちょっと短いかなと、あの太いかなと。で、かつちょっと長さが欲しかったんですよ。っていうのと、あとこのマルチップ、マルチップがですね、すごいこう粒立ちいい音が出やすいっていうので、そう。でも自分の好きなものを詰め込んだスティックなんで、ちょっと長くて太くてマルチップっていう、はいね、ぜひ皆さんどこかでご購入できると思います。まあ、スティックケース、今回のツアーで主に使うのは、まあ、このマレット、マレット。これちょっと変わってて、普通フェルトなんですけど、ラバーなんです、これね、ゴムみたいな。あとこのクップメンっていうカーボンスティックのメーカーのカーボン製のロッツ、普段これ竹ひごなんです。でこれね、あのジグザグでいうラスデイラバーの A メロとかでライドに使ってます。もうめっちゃ音が小さい、ね、スティックだと。そんな感じです。あとこれ ね、これはまあドラムソロで使ったり使わなかったり、こういうね、こうアイルランドのね、ボーンズね、とか沖縄のサンバとかも入ってますね、これね。ね、そこら辺はでは、では使わないですね。あと、あーね、ドラマー的にはいっちゃん2番目に大事なワイヤーね、ワイヤーブラシ。ジャズで使います。これも別にこのツアーで使ってるわけじゃないです。そんなとこかな、なんか。ある、旗から見て気になる。そうですね、そんなとこですかね。ね、まあまあドリンクね、 OS1 OS1 とアクエリアスですね。ここら辺紹介してもね。あ、そうね、この辺ちょっと難しいもんな。うん、こんな感じです。はい、それでは影丸の機材紹介でした。イエーイ、ご視聴ありがとうございました。イエーイ。